はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線の土浦駅に来ております。現在この常磐線上り方面3番線に停車中の電車は20時58分発の当駅始発の上野行きです。 E531 系の15両編成での運転となっております。付属編成が5両と基本編成が10両という合計の15両なんですけれども、見た目は同じようなこの E531 系2本ですね。中身がかなり異なる部分がありますので、今回はそちらを詳しく紹介していきたいと思います。では本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでまずちょっとですね、外見からちょっと見ていきたいと思うんですけど、まずですね、この先頭車両にですね、この安全カメラというのがついております。これはワンマン運転でも使えるようになっておりまして、ここ最近の E531 系の5両付属編成にはどんどん設置がされているものになります。こっちの基本編成の方にはですね、こっち2008年ぐらいの製造なんですけど、こっちはついてないです。付属編成は今ほとんどの編成がこの安全カメラがついている編成になっております。そしてですね、下のこの表記とかは一緒なんですけれども、帯とかも一緒ですね。この先頭にあるこのアンテナですね、アンテナから何やら紐みたいなのが出ておりますね。でこっちはそれがないというような感じになります。ちょっと名称までは分かんないですけど、そういう違いがあります。ドアボタンとか車外スピーカーは特に大きくは変わらないものと思われます。行き先の表示なんですけれども、行き先の表示自体大きく変わるわけではないんですが、まあでもこちらが2008年モデルですね。2008年製造の車両。そして後ろが2020年に製造された車両になっております。この2020年の車両の方がやっぱりちょっと LED はですね、しっかりしてる、明るさがしっかりしてるような感じがいたします。かなり大きな違いが出るのがこの車内なんですけれども、ご乗車ありがとうございます。この列車は20時58分発常磐線上野行きです。発車まであと6分。かなり車両ピカピカですね。まあ、床もまだ光がこう反射するような感じになっているんですけど、割と大きな違いがですねここにありまして、ここにですね、防犯カメラがこう内蔵されているような感じになっております。ここに号車番号を表示するのは一緒ですね。これちょっとカメラの関係で欠けちゃっておりますけど、実際はちゃんと表示されております。2020年、J トレック総合車両製作所で製造されている車両です。まあ、かなり綺麗な状態になっております。それはまだ2年しか使ってない車両ですのでね、かなり新しく感じるのではないでしょうか。この網棚とかも若干違いがあるそうです。停車中の列車は20時58分発普通上野行きです。Thank you for riding with JR East。でこちらが2008年の車両ですね。網棚とこの辺にさっき防犯カメラありましたけど、この車両はそれがついていないです。その代わり。この
蛍光灯のところに後付けで付けられてる感じになっております。発車までしばらくお待ちください。ちょっとやっぱり床の反射具合が先ほどの2020年の車両とは異なるのではないかなというふうに思います。あとですね、この乗務員室なんですけど、これあの窓が1枚になってるんです。開かないタイプになってます。でこっちはですね、横にこのスライドできるような感じのタイプになっております。まあ細かな違いですけど、そういうところも2020年の車両と2008年の車両で違いがございますということです。まあ今501系も活躍してるんで、もしかしたら今後また531系がですね、置き換えで製造されるかもしれないですけれども、まあ、今の現時点で最新の車両は2020年のこの K48 いくつの編成ですね。484とかまであったんですかね。ちょっとごめんなさい、そこまで詳しくないんですけれども、今回は同じ E531系でも製造が異なることで大きく異なる部分がありますというところを紹介させていただきました。この動画が役に立ったいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。 Please stand clear of the closing doors. ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。